セーフエリアに入りました。間違いなく見つけてほしくないものよ。絶対に何か探してる。間違いなく見つけてほしくないものよ。絶対に阻止しないと。ヘリが待機してるわ。問題発生よ。これは数日前の映像。ブラックタスクよ。転送された監視カメラの映像を見せて。切り替える。何が狙いだ。予想だけど、地下にダーパの研究所がある。そこに国防総省の試作品が揃ってるの。悪いニュースでしかないわね。問題は深刻度。把握しないと。出番よ、エージェント。ここはペンタゴン東。ブラックタスクの外周防衛線は近い。突破方法を見つけて、奴らが何をしてるのか探って。ブラックタスクの通信を傍受しました。グレナー、ポトマック上空を東に飛行する未確認ヘリを確認しました。沿岸に向かってパトロールするよう伝えろ。侵入者かもしれない。自動タレットを検知しました。SHD のビーコンを検知。発信地を特定。うちのエージェントね。無事ならいいけど、エージェントが対処できるよう切らずにこのままにしておく。セーフエリアに入ります。
嘘でしょ。戦闘音を聞いてビーコンを起動した。あなたがあのドアを通ってくるとは。後で情報交換を。今はここ。ここが中庭よ。ブラックタスクはここを荒らしてる。手当たり次第漁ってるわ。現場に行って阻止しないと。潜入は少々厄介。あなたが来るってバレたし。こっちで陽動しながら突破を支援する。なんとかなるかしら。ねえ、会えてよかった。聞こえてる？よし。図書館の上のテラスに沿って侵入口を見つけるといい。休暇の予定は？両親に会いにニューヨークに帰ろうかなって。マスクを持ってけよ。タチの悪いウイルスが蔓延してるらしい。うん、正直言うとちょっと不安なの。入り口を作れそうなものを探して。大きい方がいい。それでブラックタスクの気を引いてる間侵入するのよ。しました。
ペンタゴン。注意して。中はこんなに静かじゃないわよ。予見地。現在地はバレてるけど、目的地は知られてない。素早く動いて攻撃すればなんとかなる。